全国国公立高校偏差値ランキング2023、 第1位が偏差値78。関東の人には意外かもしれないんですけど、同率の4位で、全国国公立高校偏差値ランキング2023ということで、2023年の国公立の偏差値ランキング見ていきたいと思います。はい、高校偏差値 .net なんていうのがあるんですね。はい、そこに載っている国立公立の高校たち見ていきたいと思います。まあいろいろね、今高校で講習やったりとかすることも多くなってですね、いろいろ見ているんですが、国立と公立に絞るとどうなのか、いわゆる灘とかね、開成とかがいないわけですよ。やっぱ私立の中高一貫校が強いとかって言われるんですが、まあ結構ね、国立や、まあ、特に国立かな、はい、強いよね。東大合格率とかさ、すごく高いと思うので、それでは見ていきたいと思います。はい、まずは第1位が偏差値78。すごいね、全国のその6541高校あるんだね。その中の1位となるわけですが、3つあります。はい、3つあって、1つ目がお茶の水女子大学附属高校、はい、国立でございますね。強いです、やっぱり。そして2つ目、筑波大学附属駒場高校、はい、筑駒ですよ。まあ東大合格率日本一と言われる、もうほんと2人に1人が東大に行くんじゃないのと言われるとこですね。そして3校目が筑波大学附属高校ということで、筑富になりますね。筑駒筑富が両方とも載っているという感じになりますね。なんでね、まあだからお茶の水女子大は女子校だし、筑駒は男子校、筑富は共学というですね、女子校男子校共学が並んだという感じでございます。はい、偏差値78ということです。でこれがですね、トップ。そしてここからがまあ第4位になるわけですが、第4位は偏差値77が2個。1つ目が国立ですね、東京学芸大附属。はい、もちろんやっぱり強いですね、学芸大はね。偏差値77で国立が4校並びましたね。そしてこれがね、関東の人には意外かもしれないんですけど、同率の4位で神戸高校ですね。はい、県立神戸高校っていうのはですね、まあいろんなランキング、この国立を抜いたものでも1位によく載ってるんですよ。でコース学科のやつが総合理学というのがあるんですね。なんでこの総合理学というのが偏差値77であるというんですね。これは様々なところに載ってます。だからあんまり関東の人とかね、聞いたことないようですね、東大合格ランキングのところに出てくるとかって思う人がいると思うんですけど、実はこのコースがすごく難しい。はい、続いて6位グループいきますね。偏差値76はゼゼ高校ですね。はい、滋賀県立です。でここのコースもですね、理数のコースになります。そちらのコースが偏差値76と、まあ、滋賀では有名ですね。関東の人は漢字が読めない。で同率偏差値76は北野高校、はい、出ました、大阪府立北野でございます。はい、分離コースが偏差値76で、まあこちらもね、京都大学に合格者ものすごくたくさん出してますからね。続いてのグループが8のグループになります。偏差値75のグループです。まずは大宮高校、はい、埼玉県立でございます。そうですね、これもやっぱ関東じゃないとあんま知らないかもしれないですけど、大宮は賢いですね、埼玉の。で大宮高校は理数のコースです。そして同率が横浜翠嵐高校ですね。はい、まあやっぱり横浜の県立といえば翠嵐がトップですよね。東大の合格者も出します。やっぱ翠嵐はすごいですね。まあ神奈川県立の中でのやっぱトップですからね。そして続いてが偏差値75で同率が大阪府立天王寺高校ですね。はい、こちらも分離ですね、コースは。なんだかんだやっぱ首都圏とね、関西圏強いよね。続いて兵庫県立長田高校、同じく75になってます。こちらもやっぱりね、あんまり関東では知られてないですよね。で続いて広島大学附属福山高校ですね。はい、国立になりますね。こちらも偏差値75。そして75グループ最後が熊本高校ですね。こちらも県立です。これが偏差値75で8位グループでした。はい、続いて14位グループいきましょう。ここからが14位で偏差値74のグループですね。県立浦和高校、はい、埼玉県ですね。埼玉浦和 VS 大宮とかね、地域でもいろいろねバトルがありますけども、偏差値バトルでも高い偏差値でバトルを繰り広げていますね。そして次が、はい、県立千葉高校、県千葉と言われるやつですね。はい、千葉のトップでございます。まあだから私立だとね、渋幕とかがあると思うんですが、県立はやっぱり千葉校ですよね。そしてそこと戦う千葉県ね、高校といえば県立船橋です。はい、県船ですね。こちらも偏差値75
重要。あの、一律船鉢は一船ですから、ね。あちらはスポーツがすごいところですね。そして、同率の74は、はい、国立高校ですね。はい、東京都立でございますね。武田塾国立高のね、東大出ましたからね。そして、まあ、国立とライバルとなる、近所でも、近所っていうか同じ中央線沿いでね、の都立、八王子高校ですね。こちらも偏差値74でございます。で、神奈川県のやっぱ水蘭の次といえば、はい、県立湘南高校でございます。はい、藤沢にあるですね、賢いとこです。さらには、兵庫県立姫路西高校。国際理学というコースだそうです。続いて、同率が広島大学附属高校。あ、国立出ましたね。また、広島大学附属ですよ。で、次が、鹿児島県立鶴丸高校。続いて、偏差値73ですね。はい。23位グループいきます。あ、茨城県来てましたね。はい。茨城県立水戸第一高校ですね。続いて、はい。埼玉県立浦和第一女子高校ですね。はいはい。浦和第一も有名ですね。女子校が久しぶりに出てきましたね。続いて、都立西高校。はい。来ましたね。まあ、有名ですね。はい。そして、同率で日比谷高校ですね。こちらも都立ですけども、都立日比谷。で、これ意外に思う人が多いよね。都立日比谷って言えばね、東大も出していますから、高いのかと思いきや、ものすごくね、上の方かと思いきや、実はここに入るんですよね。意外ですよね。そして、同率が、県立新潟高校。学科が、その理数ですね。はい。石川県立金沢泉ヶ丘高校ですね。はい。石川県出てきました。そして、同率に国立の方もありますね。金沢大学附属高校も載っています。二つ揃って強いんですね。金沢の方、ちょっとご意見を聞かせてください。続いて、大阪府立茨城高校。はい。こちらも有名ですね。大阪府立三国ヶ丘高校。はい。で、これ分離ですね。で、国立大阪教育大学附属高校天王寺校舎。投げ。続いて、大手前高校。大阪府立です。大阪多いね。続いて、兵庫県立加古川東高校。あ、こちら立須ですね。で、福岡県立周遊館高校。あ、難しい漢字。で、次が、熊本県立済生高校ですね。はい、済生高校みたいなね。すごいな。名前がかっこいい。ここまでが23位グループ。で、もう、こっからめっちゃいっぱいあるんで、72、71とか、ブワーってたくさんありますので、はい。これらが、まあ、全国のね、かなりのトップ層を占めるということになります。皆さんはどう思われますか？ぜひ、コメント欄でお聞かせください。ここ、こうじゃないのとか、ここは違うよみたいなのがあったらね、ぜひとも教えてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。はい、そこのあなた、ここで離脱しない。今すぐ、公式 LINE に登録して、お家に帰るまでが遠足ですよ。こちら、森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら、TOEIC 800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に、皆さんからの個別メッセージには、僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方も、そうでない方も、ふるってメッセージをください。皆さんからの LINE、楽しみにお待ちしておりますよ。